てれかくしん。みなさんこんばんは、河野日和です。河野日和のてれかくしん、この番組は私河野日和が思わず照れてしまうくらいに素直な気持ちで皆さんとお話をしていくひとときです。ということで24歳になりました。合ってるよなって思っちゃった。今ちょっと自分の年齢ともに分からなくなっちゃうからさ。わあ、前回はお誕生日会でした。本当にたくさんのお祝いをありがとうございました。もう使い切れないくらいのお醤油が今お家にあってあ、でも着実に減っていっています。使い切れないものなんて世の中にはないんだなっていうのとね、ぬいぐるみとたくさん寝たりとかね、とても楽しい。あ、まだボノボノは開いてないですけどなんか楽しい日々を送っておりますけれどもね。6月末になるともう2022年もあと半分なんですかね。だから2022年を折った時のちょうど折り目がここ今日ってことでしょ。え、そういうことで合ってますよねそうだってみんなだから。ちょっとあ、今日ではないらしい。今日な、じゃあ何なのじゃあいつだっていうの、この折った時のここはっていうね。折ってみたいね、2022をさ。皆さんの残り半分にいいことがありますように。私あれちゃんと言ったかな、ここにお礼を言うってさ台本にさ書いてあった。ちょっとさ言いがち、私なんか嬉しいですとか幸せです楽しかったですとか、なんか自分のさ気持ちの感想は言うけど、ありがとうございましたってなんかさ言い漏れちゃうんだよね。なんて自分本位なんだろうって、それで病むこともあるんですけどだからちゃんとお礼を言うの、ありがとうございました、本当にお祝いしてくださりスタッフさんにもそうですしね、そしてその場にね、ここにいる機会をくださった皆さんにも対してね、ありがとうということで2022年が半分こになりました。ということで番組を進めていきましょう。この番組のハッシュタグですが、すべてひらがなでピヨテレテルです。放送中もたくさんつぶやいて楽しんでください。それでは早速始めていきましょう。今夜も最後までよろしくお願いします。日和のテレ隠し、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。そうなんですよ、あの河野さん、はい、前回誕生日会だったじゃないですか。はい、プレゼント1個忘れちゃってて、はい、はい、お渡ししてもいいですかもうなんか見えて嫌な予感してますよね。はい、どういうこと？あ、ガチ？じゃあ振っちゃダメなやつですか？あー、よかった、危なかった。開けますよ、はい、あ、ほんとだ、なにこれ、ちょっと待って、違うわ。7月30日イベント開催てってれー光でどんな見えなかった、嘘いや、なんか告知出るとはしてたけど、ね、ほんとにケーキももらえるの？そうなんですよ。ていうかこれ恥ずかしくなかったんですか、なんかケーキ屋さんに言うのに。手書きです。あ、手書きで、はい、え、これでも食べれるんですか？食べれますよ。え、でもじゃあこれ私ここ食べちゃったらイベント開催されなくなっちゃうのそういうことない？わ、やったまだね、6月いっぱいはケーキを食べ続けます。私は本当にずっと6月ならいいね。ありがとうございます。本当は前回、ね、はい、お伝えしたかったんですけど、はい、ちょっと、はい、私飛び出ちゃったんで今回イベントをやりますよっていう発表です、はい。わー、ちょっと気まずいんで前回渡してもらってもいいですかなんでまたぐんですか。いやいや、スケジュールとかね、いろいろありますからね。ありがとうございます。ということで皆さん、7月30日土曜日第2回ピオフェスティバル開催決定いたしました。ありがとうございます。イエ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 イ。会場はおなじみサイエンスホールさんでさせていただきます。そして昼の部夜の部と、公演がございます。ゲストさんももう決まっております。昼の部ゲスト柴崎のり子さん柴崎のり子さん白石遥さん、うわー
我が尊敬するお姉さん2人であり、心の同級生ですね本当にそして夜の部は岡崎美穂、鈴本明穂、うわなんかこの2人を呼び捨てしていいかなってみたいなわーい。ということでなんかこうね、白石遥さんと鈴本明穂さんは結構ねお仕事でご一緒する機会も多いマブダチって感じなんですけど、柴崎のり子さんとね岡崎美穂さんはねなかなかこうなんだろう、なんかあこの組み合わせって珍しいみたいな感じなので、私もなんかもっとみんなのこと深掘りしたいって気持ちもあるし、わちゃわちゃ遊びたい気持ちがあるのでとっても嬉しいです。本当にありがとうございます。そしてですね、ここちょっと大事ね、ファンクラブ先行抽選受付が7月1日金曜日からスタートです。私の好きな五感ランキング第2位のファンクラブ先行抽選受付ね、これが一応休館バーですが7月1日、金曜日からスタートなので、ピオテレテルの、ファンクラブの人はあのきっと誰でもね7月1日からね先行抽選受付ができるのでね、あのぜひぜひやってくださいということで、詳細は番組ツイッターをご覧ください。あの私もリツイートいたしますのでね。でなんかどんなイベントにしましょうかっていうなんかちょっとこととか書いてあるんですけど、私はね思ったの、なんかみんなの極限を知りたい。どう？そういうのって大丈夫かな？各事務所 OK 出るかな？なんかわかる？人がっていうか、私が一番さほら興奮する瞬間って人の揺らぎとかさ恐れとかさ高ぶり、そういったものを見た時になんかこう血がねあの巡っているのを感じるんですよ。頭の先からつま先までね、あ血流ってこういうことを言うのかっていう、なんかちょっとこうなんかデスゲームじゃないですけどなんか違う、なんかちょっとなんか違う、なんか殺し合ってくださいとかそういうことじゃなくて、なんかこう何あのさバスのさレクでやるじゃん、あの風船のさガムテープを剥がすみたいな、ああいうことをちょっとさせてみるっていうのはどうかなって思ってるんですけど、そういうのどうですか？なんかみんなの極限を知りたい。なんかさ女子がさキャーって言ってるの可愛いじゃんちょっと車でかな、なんかえどう、なんかそういうのみんな血流感じない？なんかダメかな、まずい、なんかみんなの極限を知りたい、うん、っていうのはちょっとどうかな。いやもしかしたらなんか普通になんかみんなの可愛いところが知れればいいですとかなんかねかもしれないけど、 あとなんかほらあの朗読というかさ、そのまあでもそれはめっちゃ作家さんの先生がさあの書いてくれる作家さんが超絶大変だからどうかわかんないけど、なんかそういうその声優のイベントらしいということもやりたいつつ、私はみんなのパーソナルな部分が好きだから、やっぱみんなが追い詰められた時にどんなリアクションをするのかっていうのがやっぱ仲いいものとして気になるわけですよ。で見れないじゃん、だってみんなさあんま追い詰められてるところってさ仕事で出すもんじゃないわけじゃない、それを上手にさちゃんと隠してるからこそさお仕事してる人たちだから、だから引き出したいんだよね。どうしよっか、なんかあのロシアンルーレットとかさせてみようかなどうだろう、なんかあきちゃんほらあの辛いもん食べれないからさ、なんかからしとか引いてくれたらさとんでもないとこ見れちゃうかもしれないなんかねちょっと嫌われちゃうかもしれないから、これちょっとダメかもしれないけど、そんなわけでね、まあ叶うかもしれない叶わないかもしれない、そんな願望も交えつつ、皆さんぜひ7月30日土曜日の予定はちょっと第2回ピオフェスティバル遊びに来てくださってみてはいかがでしょうか。よろしければ見てみてください。イベントお楽しみに。それではこちらに参りましょう。雑な生活ニュース、他人の雑な生活を覗き見ていこうと思います。あちょっとさこのちょっとあ元に戻せなくなっちゃいました。じゃあこれと交換にメールをいただきたいと思います。ありがとうございます。ペンネームキミさんからいただきました、ありがとうございます。雑な暮らしニュース、テロリンテロリン、待ってました、雑な暮らしニュース。雑な暮らしと聞いてまず真っ先に浮かぶことをお伝えします。はい、嘘かと思われるかもしれませんが、2019年9月頃から約3年間自分の部屋の電気はついていません。意図的に電気をつけていないのではなく、電球が切れたまま放置しております。
というのも元より真っ暗な場所という非日常が好きで、お風呂なども真っ黒にして入ることが多い上、基本はリビングで過ごすことが多く、自分の部屋は主に寝るために使うことがほとんどのため、暗くても困らないからです。ただやはりそれでも読書の時などには困ることもあるのですが、それでもシーリングライトを変える労力と、このあのキャキャっていうやつね、点描にかけた結果3年弱も放置をしてしまっています。雑だね。いいですね。これは非常にいいです。雑ポイント高いですね。でもさ、なんか暗いところという非日常が好きって言ってるけどさ、もうあなたにとってそれは日常ですよね。なんか電気ついた時びっくりするんじゃない、わ非日常だみたいな。洞窟暮らしをしていた昔の人みたいじゃないか。でも人間の本能的にどうなんですか、やっぱ暗いところで命を隠すんですか、それとも明るいところで命を隠すものなんですか、人間は。どっちがさ、あの文明の始まりなの。ちょっと詳しいニキネ聞いたらコメント欲しいんだけどさ、暗いところで息を潜めて命を隠すというのが人間的に安心することなのか、それともなんか外敵からこうなんか遠ざける、ほらなんか夜ってさ火を焚いてさ、なんかマンモスとかを遠ざけるんでしょ。なんかそっちの方がさ、人類のさ本能的にさ安心するの、どっちなのそれって。ちょっと気になるからさ、そういうさことを知ってる人いたら教えてほしいんだけど、それによってね今後の人生私も明るく生きるか暗く生きるか決まってくるからさ。あ、物理的にね、物理的な意味でマインドじゃなくてね。すごい気になるんだけど。ふーん、ありがとうございました。非常に雑でいいと思いました。ありがとうございます。ペンネームつねさんからいただきました。ありがとうございます。河野ひよりさん、てれってれうまいって書いてある。これ何、なんか元ネタがあるのかな。雑な暮らしニュース、テロリンテロリン。今はもうそんな生活を卒業してしまったのですが、河野日和さんと同じ24歳大学院生をやっていた時の生活で、たまに研究に集中していて昼は取り損ね、夜は遅い時間だからもう取るのはやめようと1日全く食事をしない日があり、それ自体は良かったのですが、そうすると翌日朝から何もやる気が起きなくなり、研究室にも行かず食事をしなければと思っても食事自体が面倒になり、ひたすらダラダラとし続ける。夕方くらいになってさすがにこれはもうまずいと思い、行動を起こすことに成功するとお腹が減っていることと翌日分も一度にカロリーを摂取してしまえば楽になるのではないか、過去天才のひらめきという思考から、学生街特有の大盛り定食やドカ盛りラーメンを食べ満足し、あなただったのか、そういう店を作っていたのは。一気に上がった血糖値により眠くなり、家に帰ってそのまま眠るという体ボロボロ一直線。今考えるとよく体を壊さなかったなと不思議に思います。最後に一つごめんなさい、さすがにそんな生活卒業したと最初に言いましたが嘘です。朝から何もやる気が起きず、夜まで食事を足らずダラダラするという生活は今でも稀にやっています。かっこさすがにドカ食いはしていませんが、陰性時代と違って社会人はそこまで頑張っていないんですが、一体なぜ。収録始まる前に私が最近見てるんですって言ってたニコニコ動画の、その話をするのはまずいですかね。まあまずかったらここカットされるでしょ。最近ドカ食い気絶部っていうなんかタグで動画を見るのがすごく楽しくて、なんかあかねちゃんっていうさボイスロイドあるじゃないですか。そのあかねちゃんの声でいろんなご飯を自分で作ってそれを食べるっていうなんか動画を見るのにハマってて、なんかね手でティラミスとか食べてて楽しい。そう、なんかそれを見ながらなんかこうちょっと夏場とか食欲湧かなかったりするじゃないですか、これからどんどん暑くなっていくからね。なんかそういうのを見るとやっぱ食欲が刺激されるから、そういうのを見ながらご飯を食べるのがすごく好きです。だからちょっとなんか見てみたいかも、つねさんのこの雑な暮らしを。どうなのみんな、どか食いすることある？私はなんか小分けにいっぱいご飯を食べるかも。ちょっとお相撲さんみたいかもしれないけど、なんかそうなの、マリコちゃんとかね、アキちゃんとかとね一緒にご飯を食べた時に驚かれるんだけど、別に1回のご飯をそんなにいっぱい食べるわけじゃないの。なんか晩ご飯を食べた後にポケモンパンを食べたりするってだけの話なのね。わかる？なんかこことここは明確に違うでしょ。晩ご飯は晩ご飯、ポケモンパンはポケモンパンっていう、そういうことなだけだから、さも私がさ一度のご飯でいっぱいご飯を食べているわけじゃないからっていうことをね、みんなに
ちょっとこれを機に伝えておきたいなと思いました。ありがとうございます。続きまして、ペンネームゆずきさんからいただきました。ありがとうございます。雑な暮らしニュース。テロリンテロリン。ゴミ箱にゴミをかぶせて捨ててがめんどくさくなりすぎて、部屋の一角に市指定の燃えるゴミ袋が存在しています。口が大きいからどこから投げても大抵入るし、いっぱいになったら縛ってゴミ捨て場に持ってくだけ。もうやめられません。おお、いいですね。なんですかこの、なんかスローインするんでしょきっと。あれ家でやるとすっごい怒られない？お母さんの前でやると怒られるから、お母さんがいない時にこっそり私はちょっとスローインしたりしましたね。そうなんだ、わかる。なんかゴミ捨て場に行くのってなんであんなにめんどくさいんだろうね。なんか夜中にコンビニ行くのは全然めんどくさくないのにさ、なんか朝一にゴミ捨て場に行くのってなんであんなにめんどくさいんだろうね。ちょっとすごく気持ちわかるかも。そうなんだ。大きいゴミ箱を買うんじゃダメなの？ゴミ袋、あ、そっか、このかぶせて捨ててがめんどくさいんだもんね。じゃあもうダメだねこの暮らしがだっていいんだもんね。オートマチックだもんね。ありがとうございます。あ、終わっちゃった。そんなわけで、ね、他人の雑な生活を覗ける雑な生活ニュースでした。うわー、ちょっと待って、悩むね。次のニュースはね、やっぱ暮らしって面白いよね。やっぱそういう雑誌がさ、昔の時代から生き残るわけだよね。だってなんか暮らしの手帳とかってきっとそういう雑誌ですよね。違うかな野菜のアク抜きとか載ってるのかな、もしかして。なんか暮らしの手帳ってなんかこう、なんかみんなの雑な暮らしとか投稿されたりしないのかな。なんか違うのかな。なんか私は剥いた野菜の皮とかでシンクの掃除をしますとか、そういうことなのかな。へえ。次のニュース何がいいかな。ニュース募集ニュースどうですか逆になんかこう、たまにはいいんじゃないかな。ほら全部私発信だったからさ、みんなが気になってる他人のことみたいな、みんなが気になってる他人のことをニュースという体で、じゃあニュースニュースに、ニュースニュースにしましょう。ニュースニュース。じゃあ次は、みんながこう聞いてほしいニュースのテーマを募集するニュースにします。じゃあ普通のお便りを紹介していきましょう。ありがとうございます。ペンネームコウさんからいただきました。ありがとうございます。ヒューちゃんてれてってテレテッテ。今回が24歳になってから初めての放送ですね。そっか、私24歳になるの初めてだもんねそういうことですよね、きっと。そういうことだよね。今回が24歳になってから初めての放送ですねあれどういう意味なんだろうこれちょっと待って、どういうこと。人生で24歳になるの今回が初めてですねって意味じゃないの？違う。最初のオープニングにも自分で言ってた。あ、そっか、どういうこと。あ、そういうことか。前回は恐怖すら感じる、恐怖すら感じる怒涛のケーキプレゼントだったり、断るごとにプレゼントをねだる可愛い表情を見せてくれたりと、楽しいお誕生日会でした。そして初めてひよちゃんが泣かなかったお誕生日会でありましたね。ね、そうだね。私さ、すぐ泣くよね。年齢を重ねるから去年よりもっと頑張らなきゃって自分にプレッシャーを貸しすぎず、肩肘張らず、自然体なありのままの河野日和で生き入れているように感じて嬉しかったです。なんなん、もうちょっとどうしようどうしよう。ちょっとなんか、なんかコウさんってもしかして私のこと好きなのかなごめん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 。なんか心にさ、男子中学生がいるからさ、なんかさ、こういうさ、なんかさ、嬉しいことを言われるとさ、なんかちょっとなんかえってなっちゃうんだよね。なんか、なんかこうって、もしかして俺のこと好きなのかなみたいな感じになっちゃうからさ改めて24歳のひよちゃん、はじめまして。これからの1年間もよろしくお願いしますね。やっぱ合ってるんじゃない。なんかほら、人生で24歳のはじめましてってことだからね。なんかさ、メールをさ、チェックした時にさ、なんか、あ、このメールを読むならだいたいこういうこと話そうかなみたいなさ、余裕があれば書いたりしてるんだけど、私が今回書いてるメモはね、いつも心に広橋亮さんがいるって書いてるんですよ。私好きなんです、広橋亮さんのことが。あの、お芝居が好きとか、お声が好きとか、そういうなんかこう、なんか、なんていうんですか、業界の先輩として好きという気持ちももちろんあるのですけれども、そもそもなんか私が声優を志す前に、一オタクだった頃にワーキングっていうアニメがもう家族ぐるみで好きでしてですね、晩ご飯を食べる時にあのワーキングは見ていいみたいな、なんかちょっとやっぱグロい表現のある、なんかそのグロテスクな表現があるやつとかは晩ご飯の時間には見ちゃダメって言われてたんですけど、ワーキングは見てよかったんですよ。
で、ワーキングを見ながら、なんか期末試験とかの勉強をしながらね、ワーキングのラジオを聞くのがすごく好きだったんですよ。いや、ワーキングっていう名前で広橋涼さんがパーソナリティでやられてたんですけど、なんかこんなに自由に思ったことを自由に喋っていいんだっていう、なんかこう人格形成において結構多大なる影響を受けたのが私、広橋涼さんなんですよね。なんか思いはするじゃない、なんかこうさ、ちょっとさ、なんかちょっとそれはよくわかんないかもみたいなこととかをさ、なんか人が傷つくことでなければね、なんか別にそれを言うってことはなんか悪いことじゃないんだって思ったから、人と違うとかさ、なんかそういうのって素敵な個性なんだなっていうのを広橋涼さんにさ、私はすごく教えてもらったから、そうたくだった頃に。だからなんかさ、肩肘張らず自然体なありのままの河野日和で生きれているように感じて嬉しかったですっていうのでさ、すごいなんか私の中にさ生きているさ、脈々なさ広橋涼さん勝手にこう生かしているイズムみたいなものがさ、ちょっと最近になってみんなにも発信する勇気を持て始めているのかなと思い、嬉しい、会ってみたいないつか一緒にご一緒にお仕事できる機会があったらいいな、なんかそんなのを目指して思います、頑張りますという気持ちもありつつな、お誕生日ありがとうございました、メリーでした、ありがとうございます。続きまして、あ、これ私が花丸つけたメールじゃん、ペンネームはちやさんからいただきました、ありがとうございます。みんなは人間の形をした何なの？の問いかけについて考えてみました、ありがとうございます。人間の中身は何なのか、人間の中身は人間ではないですよね。だって財布の中身は財布じゃなくてお金だから。もし自分がお金だったら100円硬貨になりたいです。裏の桜が綺麗だからです。桜のある方が表でしたっけ。裏表のある人間になりたいです。河野さんはお金になれるなら何円になりたいですか。すごいなんか集合概念みたいじゃないなんか一人一文さ、なんかこうコメントを考えてくださいっていうのをさくっつけて作ったメールみたいじゃない。すっげえ面白いんだけど、これが一人の人間からさ出てきてるってことでしょ。なんか十分裏表のある人間じゃないなんかもう文脈めちゃくちゃじゃんみんな人間の形は何なの、考えてみました。人間の中身は人間ではないですよね。だって財布の中身は財布じゃなくてお金だから。もし自分がお金だったら100円硬貨になりたいです超おもれーじゃん。すげーな、天才から来ちゃったメール。へえ。いや、お金になれるなら何円になりたいですか。私ね、これ考えました。5000円札になりたいです。ポスト樋口一葉ということでねどうかな、ダメかな、短歌とか好きだしダメかな、なんか短歌好きそうだし河野日和にするかみたいなことにならないかな。でもそういうことじゃないんだよね。なんかお札に乗りたいとかじゃないんだもんね、この八谷さんが言ってるニュアンスというのは。だって裏の桜が綺麗だから八谷さんは100円硬貨になりたいんだもん。そういうことが言いたいね。なんだろうね、でもお金のことあんまそういう風に考えたことなかったからな。え、でもすごいなんかさ、みんながさ、なんか思いつくようなさ、ありきたりなことしか言えない、なんか5円玉になりたいからみたいな、なんか穴開いてるのなんか良くないみたいな、開いてるか開いてないかみたいなさ、だからその大は小を兼ねるの、私の人生はそうやって生きてきてるからさ、なかなかちょっとなんかお腹の容量とかじゃなくて、あなんだ、大盛りも普通盛りも50円しか変わんないなら大盛り頼んじゃえみたいな感じで、結構なんか苦しいよって言いながら大盛り食べきるみたいな人生なの。だからなんか穴開いてるか開いてないか選べますよって言われるんだったら、なんか開いてる方がオプションとしてお得じゃないみたいな感じだから、5円玉になりたいみたいな、そういうこと。え、どうですか、私の人生観が現れませんかへー、なんかほにゃほにゃな人間になりたいのはなんだろうね。なんだろう、光り輝く、ちょっと無理だわ、やっぱこれ八谷さんにしか出せない世界観だよ。すごいね、お金みたいな人間からメールをいただきました、ありがとうございましたあ、なんかその他にもね、なんかあなたは人間じゃなくて何なのって問いかけてみたら、私は人間じゃなくてこれだと思いますっていうね、非常にね、多彩なメールをいただきね、私は潤いました、ありがとうございます。へえ、みんな面白いね。あ、全然かけない話していいですかなんかさ、思うじゃん、みんななんかさ、あなたの特技は何ですかって言われてさ、答えられる、答えられなくない。私でも最近ね、特技見つけた、ピクミンの声真似が
すごい上手いってことにこの間夜中に気づきました。皆さんたくさんのメールありがとうございました。番組にはあなたからのメッセージをお持ちしています。番組の投稿ページから送ることができますので、私に伝えないことどんなことでもいいので送ってください。お待ちしてます。そこにいなければないですね。河野日和の照れ隠し。ちょっとね、みんな番組のこの尺的にはさ、いいペースで進められてるのをさ、乱していい？こうやってやったらさ、6月29日ってひっくり返しても6月29日じゃないって思っちゃったんだよね。というのもさ、この間さ、ほのけのさ、SSR ほのけに出た時にさ、なんかさ、うのってさ、6とさ、9でさ、なんかさ、線が引いてあるか引いてないかみたいなさ、なんかことをさ、2人が言ってたんだけど、りょんちゃんとほのけがね、私なんか一生さ、2人のさ、その、なんか何、なんか言ってることがよく分かんなかったから、自分の手札を全部見せて、これは 6? これは 9? ってやってたんだよね。それが生かされたっていうかさ、すごい、6月29日ってひっくり返しても6月29日なんだね。じゃあ、続いてのコーナーはこちら。ピオかピオ以外か、皆さんから送られてきた文章が過去に私がツイッターでつぶやいた文章なのかそうじゃないのかを当てるコーナーです。アニメでよくある自分と偽物と戦う修行みたいなコーナーです。かかってこい。じゃあやっていきましょう。ラジオネームゾックさんからいただきました。マヒンケーキおいしいね。これ言ったんじゃない？これは言ったでしょう。いや、言った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 。あぁ、一字一句違わないか、本当にそうか。いや、言いました。こちらの文章は私がつぶやいた文章です。ほらね、さすがに忘れないよ。マヒンケーキだってこれ結構最近の話だからね、なんかバレンタイン付近の話だったと思うよ。いいね、かかってきなさい、私の偽物たち。待って、むずい。ラジオネームエクストリームお大家さんからいただきました。あるあるの大義語ってだけだけですか。うわー、これでも私これ思ったことある。思ったことあるってことはさ、言ってるんじゃない？それか何？エクストリーム穏やかさんと同じ考えなのかな？え、これ言ったかな？で、なんかさ、みんなにさ、なんかそうかもしれませんねみたいなリプライもらった記憶あるもん。あるあるの大義語ってだけだけですかは私がつぶやいた文章です。あ、合ってる合ってる。そうだよ、だってこれ迷ったもん。なんか2日か3日くらいこれ言おうかな言わないかな、言おうかな言いようって言って言ったもん。やっぱりね、当たっちゃうんだよな。ありがとうございます。ラジオネーム牛小丸さんからいただきました。水って体にいいから噛んで飲めって教わった気がするけど、誰から教わったか覚えてない。教わった気がする、私これ。でも牛乳もそうだよね。これやっぱじゃあ一般常識なんじゃない？これは私がつぶやいて文章です。え、違うの？嘘！これ違うの？びっくりマークの数が1個少ないとかそういう話でしょ。あ、違うんだ。え、牛小丸さんオリジナルですか？同じこと思ってるよ。じゃあ牛小丸さんも私の影武者として採用。私の身に何かがあったときはツイッターを運営してください。水って、これ私言わなかったっけ？あれ言わなかったでしたっけ？え、めっちゃ言った記憶あるんだけど。水って体にいいから噛んで飲めってなんか教わった気がするけど、誰から教わったか覚えてないの。え、なんかさ、もしかしてさ、私が気づいてないだけでさ、河野日和ってさ、もう一人いるのかな。それってどうですか？そういうそれってどうですか？そういうこととかじゃなくて、え、私って本当に世界に一人しかいないのかな。本当に世界に一つだけの花なのかな。私ってもしかして私の気づいてないところで河野日和ってもう一人いるだけで、それに本人が気づいてないだけなんじゃない。
でそれを石川さんが河野日和がこう言ってたって言ってもう一人の河野日和に教えてるってだけの話なんじゃない？どうなの？石川さんこの間池袋駅にいたでしょみたいなこととかないの？私なんかたまに言われるけど いませんでしたよみたいなね。あそうなんだ、言ってないんだね多分。もう終わりですか？あ、2、3通ってそういえばなんか始まる前に言われた気がする。そっか全部あの段取り全部言っちゃう。なんか結構言ってましたよ、あのチェックの段階で。結構なんかみんなが河野日和に寄せに来てるって。そうじゃないの、そうじゃないの、寄せに来るんじゃないの、もうトレースしてほしいんだよね。河野日和が言いそうじゃないの、言ってるってことを言ってほしいんだよね。だからなんか私さ存外ポエミーじゃないよ。みんなどうその辺、私そんなにさなんかさおセンチかな、おポエムですか、どうかな、なんかわかんないや。みんなからのさ私の印象というのは結構くだらないことしか言ってない気がするけど、どうなんだろうね。資料浅くなればそれは私です。ということで今回は以上です。なんかすごい難しい。でもなんかこの3通はすごいね、珠玉でした。珠玉っていう言葉世の中にありますよね。でしたわ、すごいね。みんな次回も楽しみにしています。以上ピオカピオ以外かでした。夕焼けの一部を家に持ち帰った河野日和の照れ隠し。河野日和の照れ隠し第38回放送、エンディングの時間となってしまいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。すごいね、楽しそうな話をねディレクターさんが言ってくれた。自分がもう一人いたら、そのもう一人の自分は本当に自分なんですかって言われた。どうかな。あ、なんか私の中でなんか言われた時からちょっとなんか2分ぐらい経っちゃって新鮮さを失っちゃったから、なんかもう鮮度低いかもこの話。どうもみんなその辺なんかどう？この番組怖い。なんかどうしよう、なんかこの2分の間でさ、なんかさ事務的なさ打ち合わせ挟んじゃったからさ、なんかちょっと興味を失っちゃったかも。なんかどうみんなその辺、え、どうなのかな。実際やってみたら分かるかもしれないですね。なんか物事ってトライアンドエラーかも。実際やってみたら分かるかもしれないね。どうしよう、なんかお母さんとかに頼んだらもう一人河野日和作ってくれないから。どうかな、なんか親に頼んでさ、なんかちょっとどう、あのもう一回さ一からさ育ててくれないかなって言って、なんかあの何紙粘土とかでさ私を作ってみてさ、であのなんか親に頼んでその紙粘土をなんか赤ちゃんだったとして、なんかこう365日ちょっと本当に親に本当にお願い、ちょっとこの紙粘土にちょっとあの私だと思って私を育てたようにやってくんないって言って、私を小さい頃に連れてったところとかになんかこの紙粘土をもう一回連れてってくれないって言って、でそれをなんかこう、まあ、ちょっと倍速でなんかちょっとね、あの 1.7 倍速ぐらいでなんかそれをしてもらって、で24歳の私とこう鉢合わせて、でその紙粘土に対して私が何を思うかって言ったら、紙粘土だなとしか思わないよね。エンディングで私ほら、あの違う、男兄弟だから違う、なんか違う、全部聞いて、全部聞いて、最後まで聞いてください、全部聞いて、関係ある、だから、なんか男兄弟だから、あのお兄ちゃんがいるから、で、お兄ちゃんってオチのない話を怒るじゃないですか。うちのお兄ちゃんはなんかオチのない話とか、お晩御飯の時間にするとすごい怒る。何その話、オチはで、オチはって言いながらピーマン食べてるから、それにすごい私は怯えてるから、話って落ち着けなきゃいけないんだって思ってるから、今無理やり紙粘土の話を落ち着けたっちゅうわけですわ。ね、男兄弟に関係ある話でしょ。落ち着いてないから、なんで落ち着いたじゃないですか。なんか親にそうやって紙粘土で育ててもらって、じゃあ24歳の私と合わせたらどうなるんですかね、じゃなくて、まあ紙粘土としか思わないですよね、で落ち着いたじゃないですか。なんでそれじゃダメなの、もう難しいんだけど。巻いてくださいって。
って言われました。すみません。もうやめやめ、もう喧嘩するのやめましょう、ね、で私とみんなと草野先生の三者間でごめんなさいって言ったこの話も終わりにしましょう。みんなもだって連帯責任でしょこの話は。悪いけどみんなもごめんって言って、私もごめんって言って、草野先生もごめんって言ってんじゃん、この話終わりでしょ。せーのね。違う違う感謝も言えないけどごめんなさいも言えないんですか。でもそうですね、やっぱありがとうとごめんなさいは言いなさいって育てられたわ。じゃあみんなでね。じゃあ分かった、ごめんね、みんなこんな話に付き合わせちゃって。これからもよろしくね。ありがとう。最後にこちらをやります。次回予告。やばい、ちょっと本当にさ、いやちょっとさ、告知がさ前後しちゃうんだけどさ、7月30日土曜日のさ第2回ピオフェスティバルさ、ファンクラブ先行抽選受付がさ7月1日金曜日からあるじゃん。なんか抜けちゃう人とかいるかもね、なんか今のこの変わらなくちょっとなんかもうなんかコミュ抜けるわじゃないけどさ、さファンクラブ抜けるわみたいな。ちょっとダメだね、せめて7月1日金曜日までは行っといた方がいいと思うよ。じゃあちょっとボックスから引いてやるやつ。もうボックスないじゃん、なんでそんなことするんですか。はい、ひよのり、なんか久々じゃない。みんなに写真を送ってもらうっていうコーナーです。テーマに関してね、次のテーマは何しようかな。あ、すごい決めたやつをさ iPhone のメモにさ登録したんだけどさ、私は真面目な声優でさ仕事は一生懸命やりたいからさ、番組の収録中にさ携帯を取り出して見るなんていう社会人失格なことはしたくないけどさ、ちょっとだけ見て。あ、携帯をこっちに置いてなかった。じゃあもうダメだ。今決めましょう。何がいいかな、みんな何がいいかな。あ、思い出した。そう、お風呂でさシャンプーしながら決めたからさ、慌ててさ脱衣所にさこうガーってタオル取ってさメモったあの景色を思い出しちゃった。自分のカメラフォルダにある一番古い写真がちょっと表に出せなさそうなものなら一番新しい写真でもいいです。つまり自分のカメラフォルダにある一番古い写真か一番新しい写真、どちらかを送ってください。私もどっちか送るねっていうか、まあ送ってねって感じなんですけど、ちょっとそれとね、その写真についてのエピソードとかね、なんかその半券ものとかだったらさ、なんかさすがにちょっと取り扱えないので、なんか写真だとありがたかったりするんですけど、そのままエピソードと交えて送ってくださったら嬉しいです。ということで、よろしく。あ、2個決めるんですか。1個でいいですよね。じゃあそういうわけで、皆さんからのメールをお待ちしておりますので、何でもかんでも送りまくってください。すべての投稿は投稿フォームからお待ちしております。またこの番組にはファンクラブがございます。ご存知？料金プランによって特典が様々ございますので、詳細はファンクラブページをご確認ください。そんな入ってるといいことがあるファンクラブことピオテレテルなのですが、番組からのお知らせです。7月30日土曜日第2回ピオフェスティバル開催されます。場所はサイエンスホールさんです。ありがとうございます。ゲストは昼の部柴崎のり子さん、白石遥さん、夜の部岡崎美穂さん、鈴本明穂さん、こちらの4名の方をそれぞれ昼の部夜の部2人ずつお呼びさせていただきました。ありがとう。みんなの極限状態見れるかな。ファンクラブ先行抽選受付が7月1日金曜日からスタートします。どうかその時まではアイスをつかさずに付き合いいただけたらと思います。なんか月末とかにさ、なんかいろいろボイスとかも更新されるから、みんな私のことを見捨てないでよ、友達でいてよ。え、みんなと私って友達だよね。まあ、いっか。先日私がゲスト出演した田中由紀さんのお誕生日特番が現在タイムシフト配信でご覧いただけます。ぜひご視聴ください。歌を歌うなどしました。なりちゃんと3人ですげー楽しかった。チーム三原色とか行ったりしましたけどもね。ふぅ、仕事したわ。なんか24歳、なんかブレーキ踏まなかったかも。今日という今日はそういう機能が今日はなかったかもね。私とみんなは友達じゃないか。違うよね。なんか発信する側とそれを時間を使って受け取ってくれる側か。なんかありがとう、みんなのさ、なんか貴重な時間をさ私に割いてくれてっていう、ありがとうって言わなきゃいけないよね。なんか人生って学びの連続かも。そんな24歳、この後はあみあみチャンネルの会員さん限定でもう少しだけ番組が続きます。こちらで前回引いた新コーナーの説明をいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手はコウモヒヨリでした。バイバーイ。
河野日和の照れ隠し。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。ピオと遊んでくれるお友達のみんな、この指とまれ。伝説のピオマスターのアンテナさん、コウさん、三本線のピオマスターさん、神殿さん、ゾックさん、テルマさん、ニッカーさん、ピオアゲかっこ紅生姜さん、ブリザードさん、マッキーさん、マユピオのやりとりホンマスキーさん、ラテさん、黄金のピオマスターのアンテナさん、犬のヨーゼフさん、牛子丸さん、エクストリーム穏やかさん、片桐柊、ピオマスターさん、キシンさん、キミさん、グレムリンさん、サキモリさん、サッキュンさん、シーポンさん、シュウさん、シノプさん、ジョンボさん、スカイさん、タカニャンさん、タナバタさん、ダニーさん、タヨルトさん、チョウくんさん、沼のツナサブローさん、ネットーさん、V3 さん、フィッシュアイさん、プーキさん、ペッペッペーなのかさん、ミコクさん、ユウスケさん、ユカピオさん、リクトさん、その他のピオと遊んでくれる皆様もご支援ありがとうございます。